ここでは健康保険にはどのような給付があるのかを理解していただきたいと思います健康保険の一番基本的な給付は療養の給付と家族療養費です病院の窓口で払うお金は基本的に医療費の3割です理由は療養の給付や家族療養費として医療費の7割が給付されるからです次は高額療養費について これは月ごとの医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合超過額の返還を受けることができる制度で3割負負担担でも負担が重ただし差額ベッド代や入院時の食事療養費生活療養費は対象外で自己負担限度額は収入に応じて定められています。 例えば現役世代の一般的な所得者が入院して100万円の医療費がかかった場合本来的な自己負担は30万円ですが高額療養費制度のおかげで 87, 円の負担で済みます。足りない部分の21万2570円は高額療養費として療養の給付に上乗せして健康保険から給付される仕組みです。 次は症病手当金について健康保険で手当金というとお給料の補填のようなイメージで被保険者が病気やけがを理由として連続で3日以上仕事を休んだ場合休業4日目から休業1日当たり標準報酬日額の3分の2相当額の収入が最長1年6ヶ月間保証されます。 次は出産育児一時金と家族出産育児一時金について出産は病気やけがではありませんので療養の給付の対象外ですつまり医療費は3割負担になりませんそこで被保険者本人や被保険者の被扶養者が出産をした場合には基本的に1時あたり42万円が給付されますこれは贅沢な病院に入らない限り実費に近い金額です 赤ちゃんがこの世に生まれて良かったねという頃で42万円と覚えてください次は出産手当金についてこれは被保険者が出産を理由として仕事を休んだ場合に支払われるものです手当金というのはお給料の補填のようなイメージですから傷病手当金と同じく休業1日あたり 標準報酬日額の三分の二相当額の収入が保証されます支給対象期間は基本的に出産の日以前42日間から出産後56日間までなので死にそうな思いをしながら出産ご苦労様でしたという頃で覚えてくださいその他埋葬料や家族埋葬料という被保険者や被保険者の被扶養者が死亡した場合に 5万円が支給される制度もありますそれでは今回はここで終わりますありがとうございました